シェイン・パトリック・マイケル・ダフィーは、北、アイルランド・ロンドン・デリー出身のプロサッカー選手。アイルランド代表、ブライトンホーブ・アルビオン FC 所属。ポジションはディフェンダー。エバートン FC の下部組織で育成され、2009年12月の UEFA ヨーロッパリーグエーク、アテネ FC 戦でトップチームデビュー。しかしその後は、定位置確保に至らず、 カイクラブへのレンタル移籍を繰り返した。2014年9月、ブラックバンド・オーバーズ FC に完全移籍。2016年8月、ブライトンホーブ・アルビオに FC と4年契約を結んだ。移籍金はクラブ史上最高額の400万ポンドと報じられた。2020年9月2日、セルティック FC へのローン移籍が発表された。U-16 世代から、 北アイルランド代表に選出され UEFAU-17 欧州選手権2009には主力選手として参加した。2009年6月17歳でイタリア代表との親善試合を控える A 代表のメンバーに招集された。しかし試合には出場しなかった。2010年5月アイルランド共和国代表への変更を表明し同月に行われた代表キャンプに参加した。 ところが、同キャンプ中に行われた練習試合で、ゴールキーパーと激突、そのまま病院送りになるアクシデントに見舞われ、一週間の入院を余儀なくされた。当初戦列復帰まで数ヶ月を要すると見られていたが、わずか10週間で回復すると2011年3月に行われた U21 代表の試合に出場した。2014年6月、 フィラデルフィアで開催されたコスタリカとの親善試合で初キャップを記録。UEFA ユーロ2016ではイタリア戦とフランス戦に出場した。2017年9月2日の 2018FIFA ワールドカップ予選ジョージア戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。